ボルガバルト水路の地図ボルガバルト水路は、かつては、マリーンスク運河としても知られ、ボルガ川とバルト海を結ぶロシアの一連の運河と、川である。チェレポ別から、オネガ湖までの全長は 368km で、ある。もともと19世紀初期に建設され、1960年代に、大型の船を通せるように改修されて、ヨーロッパロシアにおける統合された。 内陸水路網の一部となった。ピョートル一世がスウェーデンからフィンランド湾を獲得した後、ロシアの奥地と結ぶ確実な河川交通手段を準備することが必要になった。最初期の1709年に完成した VCE、ボロチョークの運河網はこの河川交通手段となることを意図していた。これに続いて、ラドガ運河の大掛かりなプロジェクトが行われた。 マリーンスク運ンガの洪水水門の監視者として雇われている人物、1910年頃、アレクサンドル一世の地下で、分子にボロチョークを通る伝統的な水路は1811年のチフビン運河と1810年のマリーンスク運ンガによって保管され、3つの中でマリーンスク運ンガが最も人気のあるものとなった。マリーンスク運ンガは19世紀初期の水利工学の 結出したモニュメントであり、国家経済にとって非常に重要なものとなった。ルイビンスクに始まり、シェクスナ川、ベロエコ、コブジャ川、人口のノボマリンスキー運河、ビテグラ川を通って、オネガ湖へ至る。そこから、船は、スビリ川、ラドガ湖、ネバ川を通って、フィンランド湾へ至る。1829年に、北ドビナ運河が完成した。 これは、ボルガ川の支流の一つであるシェクスナ川から、クベンスコエコを通って、八海に注ぐ北ドビナ川へとつないでいる。これからの数十年にわたって、運河網はさらに拡張された。小さな船が三つの大きな湖の危険水域を、迂回できるようにする三つの追加の運河、ベロゼルスキー運河、オネズスキー運河、ノボラドズスキー運河は19世紀末まで拡張された。 1930年代には、グラグの収容者によって、途方もない人的犠牲を払って、オネガこと八海を結ぶ悪名高い八海、バルト海運河が建設されて新たな接続が追加された。近年、ボルガバルト水路は、銀の輪の都市群に沿って、船で回る旅行者のルートとしても重要性を増している。四角で示された範囲に、ボルガバルト水路がある。 ボルガ川とカスピ海、国海への接続を示すソビエト連邦時代、マリーンスクーン川、継続的に改良された。1936年と1952年の2回に、渡りスビリ川に拷門が建設され、シェクスナ川にも3つの拷門が建設された。ボルガバルト水路の主要な改良工事は1960年から1964年にかけて行われ、 新しいボルガバルト水路は1964年6月5日に開通した。39の古い木造の肛門が7の新しい肛門に置き換えられ、後に1995年に一つの並行した肛門が建設された。肛門の制限寸法は全長210メートル、全幅17.6メートル、深さ4.2メートルで、 排水量5000トンまでの船の通行が可能である。そうした大きな船はバイパス水路を通らずに大きな湖を直接通行することが可能である。チェレポ別からサンクトペテルブルクまでの所要時間はそれまで10から15日かかっていたのが2.5から3日に短縮された。新しい運河の経路はある場所では古いマリーンスク運河の経路をたどり、 ある場所ではそれから離れた場所を通っている。運河にある8つの肛門のうち6つは北側の斜面になっている部分 35km に渡ってあり、水位差は合計 80m である。2つの肛門のみが南側の斜面に設置されており、水位差 13m でチェレポ別からシェクスナ側の 50km 上流のシェクスナ付近に位置している。 運河の北側斜面のルートは、ビテグラ川の溢れた川床をたどっている。ビテグラ川のパフォモボ拷門とシェクスナ貯水池の間に、ある運河の頂点に位置する水路は、全長2 7 8キロメートルある。これには4 0トルに及ぶ人口の掘り割り、コブツァ川、ベロエコ、シェクスナ川が含まれている。南側斜面のルートは、 ルイビンスク貯水池のおどみになっているシェクスナ川に沿っている。運河は石油と木材の輸出と河川観光のルートとして活発に用いられている。ロシア政府の海事委員会によれば2004年にはボルガバルト水路を1760万トンの貨物が輸送され、これは水路の最大容量に近い。下流川のスビリコ門は ロシアの内陸水路の中で二つある、最も利用の多い肛門となっている。もう一つはドン川の下流にある、コチェトフ肛門である。同時に、以前のソビエトの内陸水路当局関係者が2006年9月に有力死に言及したところでは、かつて先延ばしにされた、保守のために、ボルガバルト水路に問題が起きているとしている。 7年以上にわたって春節が全く行われず、結果として保証された水路の深さは4メートルから3.5メートルへ、幅は80メートルから25メートルへ減少し、これにより4000トンを超える船はもはや運河を通行することができない。運河の所要時間も3から3.5日から7日へ伸びている。校門も同様に補修が必要である。ありがとうございます。